和歌山県で100選なんだよね。全国じゃなくて。全国じゃないのかこれ。全国100選にならないのかな。これ全部津波で運ばれた岩だった。あ、この岩って津波で運ばれたんだ。岩っつうか、あのでかい石。今私ここにいるんだけど、今この串本のここにいるんだけど、この今からこっちここら辺向かうから、この辺潮岬の海岸段丘見てくるから。じゃあ、いや津波が来るね。あ、津駅に来るなら案内する。津はどうかな、どうかな。明日の朝がね、明日の朝あの島なんだけど、明日の朝し朝に島のネットカフェを出るんだけど、その後ね3時に桑名に行くことになってるんだけど、3時に桑名を出るんだな。3時に桑名を出れば終電で富山に間に合うんですけども、それまでに津を寄るかどうかだよ。時間的にどうなんだろう。ちょっとこれ、あの今からさ串本駅まで歩くんだけどさ、これ配信しない方がいい気がするんだよね。で、あの電池のことを考えると、こっから多分歩いて30分ぐらいかな、20分ぐらいかな。津市何かある、津何かあるんですかね。あんま何の印象もないな。うん、まあ、三重って言うと、なんか四日市とか松坂とか伊勢とか島とかね、思い浮かびますけど、なんか有名なものがあるって言ったら、ね、津は県庁所在地ってだけじゃないの。そんなにかかりますよ。夜中ずっと歩いてきたもん、放送街でずっと海沿いを、ベンチを、ね、あの目視で確認しながらですね。道路整備されて、これ国道らしいですよ。これ国道42号線っていうらしいですよ、この道路。じゃあお疲れ様です皆さんね。この橋食い岩もおさらばでございます。こっちから行くか、こっちからも帰れてやるね。確かに今日見どころはもうすでにもう見どころ終わっちゃったかもしれない。後ろ崎っていうのがね、あの見どころっていうか、あそこはあのだってね、本州の最南端っていうところだからね。だから私は行くんだってね。室戸岬みたいになってればいいけどさ、室戸岬みたいにあのジオパークになってればいいけどね。わかんないね、ちょっとね、うん、ちなみに皆さん、私あの真っ先にですね、あの南紀なんとかジオパークだっけ、南紀熊野ジオパークだったかな、その和歌山県のね、南部に特にあの見られるこの地層とかね、地学的なやつ、そういうね、あの場所をですね、リストアップしてですね、まあ、そこを全部回るつもりでですね、まず最初はね、あの考えたからね。熊野古道、今日だよ、熊野古道は。熊野古道っつってもそんな距離歩けないから、ね、配信のことを考えると。海中公園は行かないと思いますね。まあ、今日の予定じゃ先に言っとくと、私のね今日の予定をね、今来てる人だけに先に申し上げますけども、今から潮崎行って串本駅戻って、そのまんま、あ、どこだっけ、あれちょっと待って、あれ那智かな、那智でいいのかな、那智だ、那智でやってるかな、え、あれ潮の岬って読むの、潮崎とかではない。どうも初見醤油でされています。昨日私あの醤油の発祥のね寺の看板を見てきたよ、うん、醤油がはね発祥のね、醤油と味噌と尺八の発祥の寺っていうね、
和歌山県の、あの由良ってところにある広告寺をね行こうとしたんだけど、電波がないから諦めて看板だけ写真撮りましたけども、うん、そう、那智の滝行きます。那智の滝行って、で戻ってきて、次あの大泊ってところで降りて、大泊ってところで降りて、あそこなんだったかな、あれあれあれ、あ、鬼ヶ城、鬼ヶ城ってとこ行くわ。うん、これ潮の岬って呼ぶのこれで。あ、そう、潮じゃない、なんか分かんないわ。那智の駅からバスだね。バスで那智の滝まで、あの違うわ、なんとか坂、なんとか坂から那智の滝までがもう熊野古道らしい。熊野古道の一部ね、人気の、人気のね、どこ行きゃいいか分かんないからさ、わしが多分、あ、今までも多分、ね、これ多分国道42号線も熊野古道なんじゃないの、もしかして違うかな。あ、潮の岬って読むんだ、それ。カズカピーね、全然違う言い方してたわし。あ、鬼ヶ城じゃなくて鬼ヶ城って呼ぶの、それ全部違うじゃん、わし。今回全部読み間違いしてますよね。三段壁じゃなくて三段壁だったしさ、白浜じゃなくて白良浜だったし、あ、戦場式じゃなくて戦場式だったし、ことごとくもうやられましたけども、うん、そういうこと。鬼ヶ城ってね、鬼ヶ城、もうすぐもうダメだ、もう鬼ヶ城って頭に染みついちゃってる。そこも最初、わしは橋食いって言ってたわ最初確かにそうだわ、最初橋食いわって言ってたわ。ああ、ダメやの。でもこれで覚えたからね、もう恥ずかしい思いはしなくて済みます。皆さんもね、私も皆さんもね、和歌山県来たらもう皆さんはもうね、若者顔で言ってくださいよ、これ。あ、これは潮の岬って呼ぶんだよ、つって。ね。おはようございます。そう、海が白、海もさ、白いに、良いに浜って書いて白浜って読むのかと思ったらさ、ん？こっちから行けってこと？実は白良浜っていう、わかるかって感じ。そんな、あ、そうそうそう、この辺もね、私考えてたね、この辺で寝ようかとも思ってたね。でこの辺の方が川すごかった、うん、ここで一瞬寝たもん、わしだって、うん、ここでも一瞬寝たもん、このベンチでも。冷水って書いて清水って読むしね、読めるわけないだろあんなの。で、これで、このベンチね、ちょうどだから、ストリートビューで見えるんだよね。で、わしは昨日か一昨日のさ、ネットカフェでさ、どこで寝ようかなと思ってね、ストリートビューでずっとね、行ってたら、あ、ここになんか、あずま屋のあるね、ベンチみたいなのあったから。うん、道の駅のまでは見えないからさ、道の駅にどこにベンチがあるかなんてのは。近畿の CM じゃ、南紀白浜って言うけど、だから私もなんか知っても、白浜っていう言葉の方が有名ですよね。あの海岸見たら、あ、白浜だなって言っちゃうもん。あれを見て白良浜だなと言わないもんね。現地民は白良浜って言うのかね。カヤだけのテントがある。まあでも何もなかったからね、なんかマットみたいなのあればよかったよね。大桑でさ、マットみたいなのを探そうとしたけど、高いのしかなかったから、いっかって思って。白浜と白良浜です。覚えてください、皆さん。私もね、もう間違いませんから。ただ、昨日の白良浜はですね、白良浜って言いづらくないか、ちょっと。白良浜はですね、大混雑で、一体あれは何人動員したんでしょうかね。昨日、一日だけで、私含め、何人が白良浜に訪れたんでしょうか。
正面の白亜の建物は、あれは多分、串本ロイヤルホテルじゃないかなと思うけど、一番高いやつじゃないの。あそこに泊まる考えは全くなかったですね。1泊2万とかでしょ、多分。どうも。あ、あのベンチも1回寝たわ。あそこのベンチも1回寝ましたね。順番に寝てるからね。関西圏の海水浴場はやっぱもう白浜みんな行っちゃうの。関東はみんなどこ行くの？湘南？どこだろう、関東には。野宿し放題だったけど。でも蚊がすごくてやめたけど、結局どこに行っても蚊に刺されたからね、意味ない。富山県民はもう富山県内でさ、消費できるんだよ。どこ、海水浴場だらけだからさ、海水浴もできればホタルイカも取れるしね。須磨海岸ってのがあるの。伊豆にも海岸がありますから。大変だね。都内にはないの？東京都内って海水浴場ないの？貝は持ってないですよ。もう刺されたい放題だったけどね。箸食いって書いてある、ちゃんと。ローマ字で箸食いビーチ。箸食い海水浴場でございます。ダイビングは伊豆なんだ。伊豆っつうと静岡になるのかな。ラパンっていう喫茶店がある。この辺ずっと民宿みたいなのたくさんあるんだけどさ、それをね、尻目にですね、黙々と歩きましたけどね。配信館みたいな。関東は茅ヶ崎？ちょっと待って、これ。これ駐車料金取んの？この駐車場、海水浴場。7月1日から8月31日まで当駐車場は有料で、バイク500円、普通車1000円、マイクロバス2000円。1000円取るの？これ。どこで料金徴収してんだろうね、これ。払ってんのか、これみんな本当に。いや、富山県の海水浴場で有料の駐車場なんてないでしょ。富山県の海水浴場全部無料だと思うんだけど、宮崎ももちろん無料だし、岩瀬山も無料だし、石田浜なんてわざわざさ、普段は駐車場じゃないところをさ、全部無料にしてさ、もう民家の空き地とかを使って止められるからね。天原市も無料でしょ。浜黒崎はね、浜黒崎だけは有料だよ。あそこはキャンプ場併設だから。あそこは仕方ないんだけど。富山県、まあ、その浜黒崎だけは有料だよ。キャンプ場含めてだよね。キャンプ場含めて1台800円かかりますけどね。トビウオっていうとこ見てきたよ、私。なみにそんな知ってるの？地図見ながら見てるの、俺。そろそろ一回終わりますか、放送。もう電池が厳しい気がする。大阪の海は海水浴場がない。え、大阪一個もないの？本当に？白浜以外もさ、和歌山のその何、大阪寄りの海水浴場何個もあったと思うんだけどね。そっちはみんな行かないんですかね、近い方には。奈良県民だったらさ、白浜行くかもしれないけど、やっぱ海がないとね。そう、放送会で充電できないんで、も野宿だから。どうしようもない。
次は牛尾じゃなかった潮の岬か、潮の岬ね、潮の岬に着くのは何時だったかな、7時半以降、7時半から8時の間ですかね。あの辺で1時間しか時間ないんでね。いやもう野宿をするって計画だったんですね、野宿をするという計画だったんです今回は。大阪市にないの、道頓堀飛び込みはいいんですよ、ぽっちゃーんって汚そう。いやでもやっぱ発展してますねここら辺はね、びっくりしましたね。私室戸のさ、あの室戸市、あそこ室戸市って室戸市みたいな感じかと思ったんだけどさ、こっちの方がなんか発展してそう。道頓堀をプールにする計画があったんですか昔は。発展っていうのはそのデベロップメントの方ですよ、デベロップメントの方をしてるということでございますね。ワクワクさんはいくらでも和歌山に行けない。ワクワクさんって和久井秀明のこと、室戸行ったことあります。去年の4月あの四国一周してましたけども、あそこで私はねあのタービ大塗装に目覚めましてですね、室戸岬のあの室戸のジオパークをですね歩き回ったことでですね、もう私はもうタービ大塗装にですねもう目を奪われましてですね、それからというものも旅行する際は必ずタービ大塗装で検索するというですね、駅名とタービ大塗装で検索してですね、本当かべなかったけど、よっこいしょっと、うわー出たじゃ、おっそーっていう人とあっそーっていう人出たじゃ、ついにノルマ岬って何ですか、ノルマ岬ってのは。どうもー、私潮の岬のことをこれまでずっと牛尾岬だと勘違いしておりました、北陸の漢字を今年みっちゃんと申します。よろしくお願いいたします。見てこのキャンパーのこの数を、皆さん何ですかこれ、ちょっと傘さそう、傘、日差しが強い、よし OK。 あれちょっと待って、なんかおかしいぞこれ、よし OK。 こんなにキャンプしてる人いるか、わしここさ、わしもね実はね、あの野宿せずにここで寝ようかと思ったんだよ、あの金だけ払ってテント張らずにって。でちょっとあまりの遠さにびっくりしましたけどもね、だいぶバス乗ってました、20分ぐらいバス乗ってたかな、うん、牛尾岬じゃなくて潮の岬だって、ごめんなさい、ちょっと感じが弱くて、あの灯台とさ、岬どっち先がいいの、灯台もあるんだよ。でも灯台さ、あの9時から入れるらしくてさ、わしあの8時40何分のバスで帰るから灯台の中は見られないですけども、天気がよろしいですね非常にね、うん、先日あった台風は嘘みたいな感じですけども、先灯台行く、灯台行ってから最南端で記念撮影して帰るか、強運ですか私。いやこの辺でほとんど晴れてんじゃない、これはあの潮の岬観光タワーとかやつで、これ灯台じゃないんだけど、ここもね多分まだ開いてないと思いますね、8時に開くのか何時に開くのか分かりませんけども、どう先灯台と、どうせ灯台はさ、なんかどうせあの9時に間に合わないんだから先灯台見に行くか、あそこ展望台でしょ、ただあそこの展望台も8時に開くのか9時に開くのか分からないという状況なんですけども、それで8時40分ぐらいにここからバス乗るわ、ちょっと往復する感じで行こう、
うん、あ、皆さん、私、あのクルーズの皆さんね、あの今現在、本州最南端に来ておりますよ。本州最南端の潮の岬のですね、バスでやってまいりましたけども。え？あっちが最南端、あっちが。あっちが最南端だそうです。八丈島と同じぐらいなんだって、この辺は。八丈島と同じくらい の、 あの緯度があるんだってさ。今から灯台行きます。セミの声も聞こえますけどもね。もう三重じゃない、和歌山か。和歌山はもうずっと晴れておりますね。うん、ありがとうございました。画質が昭和？そんな悪いですか。もともとこうなんだと思うんだけど、昭和画質でもできることが私としてはね、嬉しい限りでございます。あら、こんなね、立て札まであって、あれ、ええー、これ特権ですよ、この、ね、災難とかに弱いですね、皆さんね。我々日本人というのはですね、限定商品に弱いのと同じでですね、災難とかに弱いね、災難とかに。うん、おはようございます、皆様。いつまで和歌山で、今日まで、今日中に三重に入ります。今日中に三重には入ると思います。そこ、これは確実です。本州の最南端ですからね。日本の最南端のわけがないですけども。災難の災難はその災難じゃありません。初見災難に弱いんですか？いや、それは弱いですよ。うん、災難というか。あ、でも富山県はね、私がね、住んでると富山県なんですけども、富山県はね、天災は少ないね。天災っていうのはその、ジーニアスの方じゃなくてですね、地震とか雷とかなんだけど、まあ、こう紀伊大島行かないですね、ちょっとね、残念ですけども、私は串本駅のですね、中にあるトルコ人のなんかね、トルコと串本の関係性についてなんかたくさん書いてあってさ、1700何年にですね、トルコの、なんか船が、遭難して、大島ってとこに来てさ、ね、その日本人のね、現地の日本人が救出したっていうね、そういう関係性からなんかトルコとの友好関係があってるらしいですよ。うん。紀伊水道ってどこにあるんですか？砂糖が取れる天才の方じゃなくて、え？まあ、天才の話になっちゃってますけども。そう、大島ってところ、紀伊大島の、東の方に、そのトルコ人のなんか、なんとか感あるらしい。あ、ちょっと見えてきた。今正面に見えてる、あれ。灯台が。もう近いですね、灯台は。日本史でやったの、これ。わし聞いてないんだけど、そんなの。富山県は習わないんですか？で、なんか1985年だかに、イラク、イラン戦争でね、現地に日本人が取り残されたのをトルコ人が救出したっていうね。うん、そういうこともあったらしいですよ。で、なんか5年に1回、この串本町で、なんかね、トルコと、串本の交流会みたいにやるらしいんですね。覚えた点の情報ですけども。いや、知らなかった、こんなのは。うん。大島のキャンプ場。いや、大島キャンプ場、それ富山県の黒部市のね、キャンプ場ですけども。充電今のところ大丈夫ですけどもね。じゃあ、この後私、那智の滝行って、もう先にね、もう皆さんに予定を申し上げますと、この灯台見て、岬見て、その後、私はね、那智の滝に行くわけですね。滝に。それ見た後に、鬼ヶ城見に行きますんでね。鬼ヶ城。で、そのまま多分私としては、島まで行きたいね。そのままずっと、尾鷲とか通り過ぎてですね、もう伊勢とか鳥羽とか全部通り過ぎて島に泊まりたいね、今日は。うん、なんとしてもトルコアイスもあったよ。三段壁ね、昨日行った白浜の三段壁のところに常設のトルコアイス屋さんあったよ。常設ので、トルコ人がね、やってた。トルコアイスって言うとさ、大体移動式販売じゃん、皆さんね、屋台の形式の。ナッチって、その、ドイツのナッチじゃなくてさ、ちなみにですね、富山県のね、先日閉鎖的な発言により問題になったの、藤越もナッチだからね。うん、富山県に行ったらね、ナッチの看板たくさん立ってますよ。ナッチ、ナッチ、ナッチってね、全部ある藤越の看板なんだけど。クジラは今日食べるかどうかわかりませんね。私昨年高知県に行った際に、室戸岬で、クジラジャーキー買ったんだけど、多分あれまだ食べてないわ。
ナチクロって何なんですかね、アメちゃんが売ってましたね。うん、白浜のお土産屋さん行ったらさ、ナチクロって言って お土産でなんか黒飴かなんか売ってましたけども、あ、これなんかいい撮影スポットか、ここは。ラグがすごいのかな、ラグが結構ありそうだね。まあいいでしょう。この場所は、あ、灯台がよく見えるスポットかもしれない。これはマジマンジって何、ここも、あ、夕日が、あらー、かなんちゅういい景色かのー。これはまた朝、和歌山県朝日夕日百選に選ばれるわけですよ。これ潮の岬ね、国内最大の紀伊半島の先端、本州最南端の潮の岬では雄大な水平線に沈む深紅の夕日と白亜の潮の岬灯台のコントラストが絶景。観光タワーや望楼の芝など見どころが多い。これ好きだね、これ、ね、白亜のなんとかと深紅のね、コントラストとかいうのが好きですね、これまた。先日のあの、白崎海洋公園でもですね、白亜の石灰岩と、紺碧の海とのコントラストが何とやらとおっしゃってましたけども。CM が有名なんですか？ちょっと全く聞いたことなかったね。読み方があって、これナチクロで。外で寝ましたよ、昨日は。うん、あれはもうどうしようもなかったね。だってさ、宿取れなかったんだもん。外で寝るしかなかった。いいね、これ方向的に逆光にならなくていいね。釣りやりたい？白亜っていう言葉好きなの？和歌山県民は確かに白亜なんだけど、白と言わずにわざわざ白亜というところがですね、センスを感じるというね。サイレン2から逃げてませんよ。だって私ちゃんと行ったじゃん、サイレン2の舞台に。やってないのにさ、すごくないですか？サイレン2やってないのにサイレン2の舞台行っちゃったっていう。何あれ、船の数何してんだあれ。めちゃくちゃ船浮かんでない？あれ100艘ぐらい浮かんでないですか、あそこの空間だけで、あの会場だけで。大丈夫なの、あんなに船あっても。ナチグロが正解なの？いや、日本の船だと思いますけど、さすがに。これだって太平洋側だしね、わざわざ中国から来ないと思いますけども。あ、これイルカ撮ってんの、あそこで。あの子イルカ撮れんの？あんなところで。写真撮っとくか、後で見てね。どんだけ船が浮かんでるかっていう。いやー、いいですね。画質上げれば見えるかな？ちょっと画質上げてみましょうか。ちょっとここに設置して画質を上げれば見えるかもしれない。よいしょ。あの辺かな？画質一瞬上げます。一瞬画質を最大で。はい、画質最大。これ画質最大です、皆さん。見えた？どう？ナチグロの CM 知ってる人はジジババ？これ見えないですか？今最大画質ですよ、これ。双眼鏡もあるけど出すのめんどくさいな。5席見えました？じゃあ画質終了です。あとで写真をアップしますんで、それでお願いします。あ、じゃあサイレン2のネタバレ来た。じゃあやめて、まだサイレン2のネタバレは。あなた今からあの灯台まで行くから。行きます。まるでゴミのようだ。灯台行きます。灯台に、あ、プツプツしてた。画質上げてたからね。ちょ、一回更新した方がいいかね、これ。だいぶラグが、全然まだ始めたばっかだけどラグがだいぶ発生してる気がするね。私の顔も最大画質で見たいですか？それはもうリアトツしてください、リアトツね。もうあの1億画素でお送りします。もう私 の細胞が1画素みたいな感じ。細胞1個1個で1画素、うん、ちょ、誰もいないんで。あ、ちょ、朝早いからね。まだ灯台も開いてないっていうね。灯台も得らしっつって今見えた。え、ガチ更新します。更新いたします。皆さんマジで更新しますから。
はい、更新した。え、ちょ、今最南、ちょ、最南端から少し遠ざかっておりますけどもね、ちょっとだけ最南端から遠ざかっております。今ウツボの干物で食べます。今度ゴリ夢中ですね。ゴリ夢中じゃないでしょ、別に。全然透き通ったこの空で遠くまで、これね、蜃気楼が出てれば最高のこれ健康ですよ。ウツボは干物がうまいんですか？ウツボはあの たたきで食ったことあるんだけどね、高知で。やっぱり高知と和歌山県はだいぶ近いから、もう取れる魚介類も似てるんでしょうね。ウツボットの干物食べたことないですけども、ウツボット干物にしたらどうなるの？干し草になるの？食虫植物だし。和歌山は白亜紀からあるから、白亜って言葉が好きなんですかね。紺碧とか深紅とか、うん、なるだけあの誇張じゃないけど、なんて言うんですかね、なるべくその二文字で表現したいっていう、ね、色を、うん、ただの白じゃもったいないからね。ただの紅とか白とかね、青じゃもったいないから、紺碧でーすって言ってるのかな。潮の岬とライトハウス、灯台ってライトハウスって言うの知らなかった。和歌山ラーメン食べましたよ。あの井出商店でしたっけ、井出商店っていうところの和歌山駅前のラーメン店で行きました。今水着で歩いてる。いや、この辺は水着で歩いても大丈夫です、東大はですね、駐車場がなんと有料。え、潮の岬のクジラ三味どういうこと？まあいいや、潮の岬神社もあるそうです、この先に。行ってみましょう。電波あるか、怪しいですか、ここ電波大丈夫かな。電波なかったらあの写真だけ撮って帰るわ。こんばんは、あげています。わしの声じゃなくて、これ可愛い声って言ってるけど、それ多分セミの声ですよ。いや、相当暑いけども、いや、先日のあの奈良県の若草山と比べたらどうってことないですね、こんなの。和歌山県、和歌山県じゃない、奈良の、あの、奈良公園の若草山出番登ったんですよ、おとといに。あれはもう本当に、汗が滝のように滴り落ちてましたからね。もうあの、まつげをね、通り越して目の中に入りまくってね、もう目を開けられない状態でしたけれども。セミ黙らせろ。あ。ちょっと電波あれ、電波くん、電波大丈夫かな。電波悪いわ、これダメだ、これダメだ。これ奈良は盆地かつ都会ですから非常に暑い、分かっております。なんで電波ないの、ここ観光地なのに。なんで電波なくすの、ちょっと電波がこれ安定しないね。ちょっと東大まで行ったら電波安定してほしいな。無音でカクカク。まあでもさすがに東大のところは開けてるから電波あると思うから、そこまで行ったら更新しますけれども、この辺は多分木々に囲まれてるから電波が悪いのか。更新したけどどうですか。いや、これ下見するないでしょ、時間ないんだから。これ乗り継ぎ時間全然ないからね。なんか沖縄のような建築ですね、これはね。沖にそうな、この石の壁といいますか。今動いてますか。金払いたくないから。いや、これこっから立ち入り禁止やん。ちょっと待って、意味ないじゃんこれ。見えないじゃん、まず灯台がこっから。ギリギリ見えるか。あ、神社の方行こう。あ、ちょっとだけ見えた。ギリギリ見えるというね。この木が結構邪魔ですけども、こっからはあの有料ゾーンで、しかもまだ開いてないっていう、ね。有料な上にまだ開いてないから、残念ですけども。じゃあ、この、
潮の岬のクジラ見に行きます。クジラ、潮の岬神社ですか、潮の岬神社の方行きたいと思います。盗撮じゃないよこれ、白い巨塔を盗撮してる、いいでしょ別に、堂々と撮ってます、堂々と。あ、こっちから見た方が近いかな、この辺から見た方がなんか分かりやすいね。うん、白亜の灯台と紺碧の空、空は紺碧じゃないかな、空は何て言えばいいかな、空をさ、空の色をかっこよく言うなら何色、色200円だった、200円、200円だけどまだ空いてないんだって、9時からなんだって。これ足摺岬じゃないですよ、フェンス低いか、こんなもんですよ。あー、スカイブルーって言えばいいのか、白い巨根って何、スカイブルーの青とね、スカイブルーと白亜のコントラストでいいのかな、素材色と白じゃあんまコントラストって言わないかな。さあ皆さん、ここが潮の岬神社でございます。違った、潮の岬か、岬の海がなんかお土産の尾になってたけど、こっちでいいのかな、中根杯、これクジラが眠ってんのかな、こんな感じ、どういうことかな、よくわかんない、これ何ゼミ、これは普通の油ゼミじゃないの、でもちょっと違うかな、ジー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 言っておりますけどもね、まあ、本州最南端のところに来てますよ、まあ、この後ちゃんとした岬に行きますよ、あの芝生の上のね、ちゃんとした岬の方に向かいますけれども、さああと80メートルで潮の岬のクジラの山見ってとこに着きます。おそらく大変見晴らしが良い場所ではなかろうかと思います。ちょっと待って、これ獣道じゃん、こっち、こっち行くの、え、こっち行くの、本当に嘘でしょ、こっち行くの、青神社と同じ匂い感じる、これ氷見の青神社みたいな、青城跡みたいな、こっちか、本当に電波大丈夫か、こんなとこ行って、傘いらないだろこれ、傘が邪魔だな。さあもうすぐ、もうすぐマカハニハラミタ神教じゃないですよ。さあ来るのかクジラ、おっと、これは完全に青城の跡だよね、これ青城ってこんな感じだったよね、うわ水が綺麗ですねこれ、またえ、何これ、神通川みたい、神通川よりも綺麗だね、大スズメは待機しないでください、今日はでも、ね、私はあの白いシャツを着ておりますんでね、うん、これすごいね、これもなんかもうあのなんていうの、尾根を歩いてるような感じ、なんとか人一人が通れる道が作れましたっていう状態で、あーっと見えた見えた見えた、マダニ退屈ね、やめてください、マダニ、神通側の痛い病をね、すぐなんか発想に結びつくのやめてくださいよ、いやー着いた着いた、潮の岬のクジラ山見って書いてあるね、クジラ山見、クジラ山見とは、回遊してくるクジラを見張るところで、小座で合ってるこれ、小座クジラ方は、春になると小座から袋港に拠点を移し、潮の岬の西側の海で捕鯨をした。熊代重里は、熊の日記の中で、クジラの船24艘が2頭のクジラを袋港まで引っ張ってきて、ろくろで巻き上げる様子を記述している。大変だよ、これクジラ2頭捕まえるのにさ、クジラの船24艘も使うんだよね。いや、これがそこの見張り場所ですよ、ここが。え、ちょっと待って、あそこで釣りしてる人たち何なの？あそこで釣りしてる人たち何なんですか？ねえ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 。あそことさ、ここと手前のこのさ、これで岩で釣りしてる人何なの？おかしくない？ちょっと。いや、あんなところに住んでんの？どうやってあそこ行くの？専用の船かなんかですか？ちょ、怖いな、これ。人がいるのがなんか、不思議で。なるほどね。
島民の方ですかね。どうやってあそこで寝泊まりするのかね。日本遺産、クジラと共に生きる。紀伊半島の南東部、黒潮が流れる熊野灘沿岸の人々は昔からクジラと共に生まれて生きてきました。一帯では江戸時代初期に組織的な捕鯨が始まり、地域の一大産業へ発展。大いなる海の恵みは人々の暮らしを支え、一方で人々はクジラに感謝をし、巨体を余すところなく活用してきました。そして捕鯨は現在も続けられています。地域にはクジラと人の長い関わりを示す史跡もあり、クジラにまつわる祭りや伝統芸能、食事文化も受け継がれています。熊野に息づこうとした捕鯨文化のストーリー、クジラと共に生きるが2016年4月、文化庁の日本遺産に認定されました。物語の舞台は和歌山県の新宮市と、太地、那智勝浦、串本の山頂。中でも太地はクジラの町としてよく知られるところです。本州最南端のこのエリアには世界遺産紀伊山地の霊場と参詣堂を構成する熊野三山や熊野古道もあります。海の日本遺産と山の世界遺産が織りなす魅力たっぷりの熊野へ、クジラと人の物語を訪ねてみませんかと。いや、移動したら熊野古道がさ、いつ世界遺産に追加されたか全然知らなかったんだよ。太地町です。はい、じゃあ行きます。続いて皆さん、続いてはですね、続いてはその最南端の方に行きたいと思います。野宿いたしました。野宿、野宿はちょっと怖いね。物を取られる心配をしなきゃいけないからね。ネットカフェも同じだけどさ、潮の岬観光タワー何時から開いてんの？あそこ何時から開いてるか気になってますけども。マジでさ、熊野古道ってさ、いつの間に世界遺産登録されたの？あれって熊野古道とその霊場で1個の世界遺産なの？それともどっかと合わさって世界遺産になったの？じゃあバス乗り遅れちゃうから早く行かないと。よいしょ、急げ急げ。いや、全く私は知らなかったんだよね。世界遺産多すぎて、ちょっと世界遺産多すぎない？あ、これが何？神社かな。お、これがその潮の岬の神社。あ、こんにちは、どうも。にゃんにゃん。にゃんにゃん何してんの？ご本尊でしたか？ああ、失礼しました。これご本尊だそうです。ご本尊だって、これが。ありがたや、ありがたや。解体してないですよ、別に。どこに解体の要素があったの？いいね、この黒と白のコントラスト。まさにこの白亜と漆黒のですね、コントラストが非常に素晴らしいこの猫でございましたけれども。これは日本遺産にね、あっ！何今の音？早く行こう。時間ないわ。これのんびりしてたけど。だいぶ時間押してるわ、これ。延長はするけど、早く最南端に行かないと。そんなことをしている場合ではなかった。猫を見るとどうしてもね、立ち止まってしまう性分でございます。乗り遅れたらさ、どっちかを断念しなきゃいけなくなるからね。鬼ヶ城か、熊野古道どっちか断念になるから。
か走るか。ここ電波ないとこだしね、ちょうどね。東大までの道が電波なかったからね。室戸岬も行きましたよ。室戸岬去年行った。去年の4月に行った。よいしょ。ああ、もうまた走ることになってしまった。いつもギリチョンの生活を送ってるから。熊野古道絶対行け。熊野古道電波ないんですか？那智の滝電波なかったら終わりだよね。さすがに電波あるだろう。あそこは。いいね、灯台見えますか、灯台。この白亜の灯台が。サウナー灯台。太子町、太子町じゃないの？なんか、ローマ字見たらさ、太子になってたけど。太子町って書いてあったけど。ピントが合ってなかった。ちょ、ここ走ります。ここ電波ないから。戻った？いける？一回更新するぞ。よし、OK。こっからずっと電波あるわ。こっからずっと電波あります。ただ残り20分ぐらいしかないと思います。バスの発車時刻まで。まあでもね、こっから最南端まで多分500メートルぐらいだと思うから、すぐ着きますよ。熊野なんとか大社はね、遠いとこじゃなければいける。あれ、さっき行ったとこあそこだね。さっきあそこからの景色見てましたけども。わからない、間に合うのかどうか。いつも行き当たりばったりですから。ドコモのエリア検索したら、あっちの滝が電波あった。あっちの滝って、那智？那智のこと？那智の滝の斜め上が熊の滝。それ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 。そこそこそこ。熊野古道をちょこっとだけ歩いて、滝と、ね、神社を見るというね、欲張りセットでございます。早玉神社、早玉って読むの？それ天然水が有名なんですか？夏の先が御神体なんだ。ラムサール条約なんだ、この辺。ラムサール条約なの？湿地帯？
ラムサールって下にだっけ、シンクラ神社ってとかいいんですか。じゃあ春なのに雨傘出してんだって、これがないとってコメント読めないんだよ、申し訳ないけど。もう芝生の方から行った方が早いかな、あそこがもうタワーだよね。もうタワー開いてんのかな、まあ開いてても多分もう行け、まあでも誰もいないから開いてないな、誰もてっぺん登ってないから多分9時からなんだろうね。沖縄にも、沖縄でマンコもラムサール条約に締結してんの。さあ見えてきた、見えてきた、最南端。一人時は傘を回して威嚇しません。留之助染太郎みたいな、そんな感じ。いやいや仕事行ってきてください、ぜひとも。8時半なの、あと3分、いやあと3分、無理だな、ギリギリで無理ですね。ショートカットするか、これショートカット、ショートカット、こっちから行った方が早い。あそこ多分最南端ゲートでしょ。玉の浦舐め太郎じゃないですよ。ショートストップというのはですね、あの遊撃手のことですね。遊撃手、あの二塁と三塁の間守ってる人だね。どこでもドアが出た。あそこを降りていけば最南端があるのか。日傘じゃない、これ雨傘です、雨傘。さあ見えてまいりました。こっから降りるのか、これだいぶ降りるのかな、こっから芝生がかわいそうで、どういうことですか。だいぶ降りていくのかな、大丈夫かな。真弓のこと、真弓もショート守ってた、昔は。晩年はライト。お、マムシに注意って書いてある。あ、結構あるぞこれ、結構降りてくな。巻き場みたいな顔してますか。ありがとうございます。あ、だいぶ降りるなこれ。バスを待つ間に、濡れてるな、道がびしょびしょだ。あ、すいません、こんにちは。急げ急げ、下りは楽だ、下りは。ミミンガさんと会うってどういうこと。ミミンガさんって和歌山の人なの、どこの人だっけ。カオリンが和歌山らしいね。一気に駆け上がらなきゃいけないから、またここの道を、大変だよ。うわ、濡れた濡れた、今濡れた、ちょっと濡れちゃったじゃん。もう傘いらんわこれ。熊のことを諦めなきゃいけなくなるから、これ。これ熊のことじゃないの、今の人は。あの知らない人。お、来たんじゃないか。おい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 、ほら、おっとっと、まだ歩くの、まだ歩く。これ道か、本当に遺跡みたいになってるぞ。合ってんのこれ道。でも人が向こうからやってくるから合ってんだろうな。どこにあるの最南端は。これ濡れてるけど、ここ、あ、大丈夫なのこれ。なの満潮か、今もしかして満潮に近づいているのか、どうなろうか。
なとこ歩くの。これ満潮時歩けないでしょ、こんなところ。来たか？災難だ。何の立て札もないけど。どこ最南端？最南端どこ？どこにある最南端は？え、だいぶあんの？これもしかして。え、まだまだもしかしてこれ。え、ここじゃないの？何も書いてないぜ。これ最南端っぽいけどな。でも何の立て札もないな。こっから先行けないでしょ、これだって。行けるわけがないもん、こんなところ。あれ？この先だって行けないじゃん。もう崖じゃん。え、ここなの？この先だって行けないよ。無理だよ、こんなの。立て札ないってあり得る。まあいいや、とりあえずここで 1枚自撮りしたらいいや。戻ろっと。よく分かんなかった。マジで時間ないわ。よし、行こう。え、これコースミスったの？でもこれ岬っぽいところに来たんだけどね、一応。走って帰るぞ、お前。だらこれ。走って帰るぞ、これ。もしかしてさ、あそこの隣にあった建物がさ、なんかそういう最南端関係の建物だったのか。よく分かんなかったけど。こんなとこ行く人いないんじゃないの？誰もいないからおかしいと思ったけど。これなんか釣り人専用のとこじゃないの？単に。いや、タワー行く時間ないって。新宮でマジでさ、だいぶ待つんだよ。よいしょ。こっちだったのかな？わかんなかった、ちょっと。何の標識もないから。よし。ああ、きつい。登りがきつい。